クニオですすソロフェスの話をしますさあ今回は山崎ゆはねちゃん、ビヨーンズですね、彼女の歌ったマツールアヤオリジナル曲、ね、この奇跡の香りダンス歌唱、この1曲に、この1演目に絞りまして、世界最大の深掘りと、えー、徹底解説を試みていこうという、ね、こういうシリーズでございます。 ね、まず今日もいつも通り3つに分かりやすくするように絞っておりますのでもう早速お届けしていきたいと思っておりますいきますか1つ目は、ね、この曲奇の「奇跡の香りダンス」を選曲した理由つまりイントロダクションですねそして2つ目、えー「奇跡の香りダンス」歌唱について松浦綾を聴き込んでいる人の耳と目で徹底比較するつまり僕と僕とだって。 僕の耳と目で比較します。しかも徹底深掘りします。そういう動画です。そして3つ目、えー。このソロパフォーマンスで発見できたもの。そこを最後にお話しして、この動画の締めくくり、フィナーレとしたいと思っております。是非、国ニチャンネル、こんな話を続けていきますので、チャンネル登録もしていただき、お付き合いください。じゃあ、早速、説明していっちゃいましょう。1つ目です。1つ目は、今回のイントロダクションですね。 で今回は本人からのメッセージまあこれも重要なんですけど紹介しましょう、えっと、今まで練習したことを全部出し切りたいそして新しい一面も見せたい、えー、歌とダンスで勝負しようと思って選曲したダンスも本家に近づけて似せているが、えー、自分の個性も出せるように振り付けも変えているまあつまり今回自分の個性とはここをこの後徹底検証していくわけですね。 で、ユハのまあ、すごいとこ言っときましょうか。ユハのすごいのはこれもう結論から言っちゃうと9割ほぼほぼコピーなんですよ。で、完コピって言ってもいいぐらいな出来ですね。で、本人がもう言ってるんですけどで、あと1割ぐらいコピーじゃなくて良い部分っていうのがあるわけですよね。で、ここに例えば本人は自分の。 できななかかっっったたここととをううういう言いい言訳にしてるってててるる感覚それあるのかなと思って俺見てみたんでですよでもうもう何十回見てますからこれを落とし込む時にあそうじゃないなっていうところが分かったので、えっと、今回の説明というのが成立していく感じなんですけど、まあ、例えばどういうところだったかっていうと歌は松浦の特徴的な声あるんですけどこれを自分の声質に乗せた感じですね。で ダン,スダンスは松浦の特徴自体は真似ず普段の自分につながる動きに落とし込めていたうーんまあこういった印象なんですけど分かりにくいと思うのでここをこの後深掘りして解説していきますということで2つ目いきましょう2つ目は「奇跡の香りダンス歌唱」について松浦綾を聞き込んでいる人の耳と目で <laughs> まあ比較 つまり僕と僕とだってもう最近なんかなんで僕とって言っちゃう僕の耳と目で比較深掘りしていくコーナーです。まあ僕とでいいですか。そういうことです。いきましょうか。奇跡の香りダンス山崎ゆはねバージョン。えっ、ー、とね、まず耳と目と言っておいて目からいきますね。目の部分です。えー、僕のねで、過去のライブ映像何本かこのために見,、ま、見直しました。 まツー,ラーの方の比較対象、まあ、これ幅広く見ちゃうとどうしようもないんで「奇跡の香りダンス」のリリース年2004年なんですけど2004年のパフォーマンスというところを集中し、まあ、僕の持ってるコレクションは全部見ましたでその中でまあ全部見直すのもねまあいいややめとこ見直したんですこれで大きな違いとして気づいたところがありますのでねここを紹介していきましょう で松浦は極間に腕を下げがちなところっていうのがパフォーマンスの中にあったんですねこれは山崎ユハネパフォーマンスを基軸にした場合ですでユハネはどういうことをやってたかというと極間に腕を上げて次の動きを滑らかにする反動をつけるような方向を選んでいた印象ですでこれ一つとで肘ですね肘こういう動きがあるんですけどここを肘と肩を水平にして振り付ける部分 これの数をを減減ららし、ししトライアル自体を減らしていました。そしてユハはこの肘を上げきらないこの辺の角度でアレンジして踊っていたそういう印象です、ね、でこれどんな理由どんな効果があるのかなっていうふうに考えてみた場合まあ歌への影響を基本的には減らしますねでそれと他のユハネの持っているしなやかな動きっていうのがあるんですけどこの動作への意識を止めないそういう狙いがあったんじゃないかなというふうに考えました まあ,あともう一つはこの曲の感想に実は重要な部分があったりするんですけどそれはこの後説明していきます、まあ、では耳今度は耳のね話し,しましょう声の比較ここ行きましょうね歌は出だしから絶好調です何が絶好調かというとあの松浦綾の持っている声の感覚滑らかな感じというんじゃなくてこの時期の松浦って結構荒れてるんですよ でその荒れてる感じというのを落ち着いた方向に表現できたんでレコーディングの松浦の歌よりともすればあの荒い部分削られてんじゃないかなってぐらいいいスタート切ってるっていうふうにそう思ってくれて間違いないですね。で「あのたった1分足らずで」っていうフレーズなんですけどこの足らずでのところに息の混じる感じとかはもう僕第一鳥肌ポイントみたいに思ってます。 あのユハはこういう鳥肌ポイントいくつか松浦の曲を歌うときには過去にもあります。まあ、それがあったということですね。あと「あともうとめっちゃうウィーーない」の「ウィーーない」とかあのもう一回あるサビの「もうどこにも行かない」とかもそうなんですけど、まあ、ここがおそらくユハが言う似せてる部分で間違いないと思います。松浦聴いてる人には「あここオリジナルと合わせてきたねアジャストしてきたね」っていうふうに取れました。 こここんんななとですね。こんなとこですね「You are my angel」の「エンジェル」とかがそういう風うな話すると甘いっちゃ甘いんですけどこれもプラスで結果的に先ほど申し上げました荒かった時期の松浦の感じを織り込んだそういうふうに捉えて正解なんだと思います、ね、この時期の松浦にリスペクトを持ちつつユハが言うように自分のオリジナルに落とし込むポイントそうなっていた印象でした これが最初に申し上げました、ちょっと9割できていて1割の部分というのはできなかったから置いといたんじゃなくて、その1割の部分っていうのに自分の持っている元々の実力というのを織り込んでいく、ちゃんとユハはここにいるようにした、そういう印象です。いやー、いいですね。<laughs> で、もう国を言ってんの、いちいち、どこだ、どこだって松浦聞いてねえぞ、分かんないぞという方いらっしゃると思うので、 ご用意しましまた感想約30秒部分ここが特徴的だったのでしかも分かりやすかったので説明していきます松浦との比較というところどういうところかというと松浦オリジナルではあの感想の途中のところで一回声出すとこあるんですけどあそこ「シェシェ」って言ってるのを湯葉は,は「家」イエ「家」「家」「家」にアレンジしてますねまあこれもう言葉が違いますからそんな重要じゃねえだろうと思うかもしれないですけど 松浦ファンからしたらあれ違うって1回になるやつまあそういうところでこれ一つとあと笑顔笑顔はあの全然ヨハ松浦に似せていかないんですよねでモノマネタレントじゃないから当たり前だろっていう話、まあ、そう言っちまえば当たり前なんですけど古くから松浦知ってる人とかだと松浦の笑顔とかって多分似せたくなるポイントなんですよ こここをれに成功していたのでもうこの完走30秒の間で大体乗り切れるなっていうことが中盤の時点で確定した、まあ、そんな瞬間でしたね。であとも,もう一個あって完走中盤で1ターンするんですけどファ自体がターンするんですけどその後の右手を2回横にこう突き出すシーンがあったんですね。ここの時のの時笑笑顔顔れがいつものユハ笑顔で こののの曲をユハネのものにできてていいるっていうこと、これが確信に変わるシーンだったと思います。ここまでまとめますと「シェシェシェ」を「家」「家」にこれが1ポイントですねで「笑顔」や「表情」は真似ず「まあ、寄せない」とですで「モノマネにならないで、えー、つまり雰囲気だけ漂わせるそういうテクニックを持っていたこれが2つ目ですねで3つ目、えー、自分が曲を制する確率の高い場面 つまり感想の中盤の部分さっき言ったような部分だと思うんですけどでもともと持っている湯羽根の形を出す、まあ、つまりカバーがコピーになってしまわないためこの基本の三大要素すべてクリアしてたそんなお話でしたーさらさらさらだって <laughs> もうちょっと感動が続くのでもうちょい説明しますよ、ね、長いだろうと思うかもしれないけど感動だから えっとねこの曲もちろんここで終わってなくて「ラスマイの「サビ」があるんですけど「ラスマイ B メロからいきますかもう一度世界観を松浦に寄せますこれは歌,歌い方のみですねで最後の「サビ」オーラスですねここは一度目の「サビ」より思い切りが良くなった感じですもうここは松浦聴いてる人間はクライマックスですよ でユハの感覚どういうふうに捉えたかというともうツ浦とユハが出会い時を超え、ね、時代を超えてですね出会い共存しているこれ不思議な感覚なんですけどそんな僕には感覚瞬間が訪れましたこれは最高でしたねで、まあ、最後歌い終わった時にユハの笑顔で「サンキュー」で終わるんですけどここまで来ていやっ と完全にユハネの笑顔に戻るんですよ。この物語ですよね。これが良かったですね。少し例えるなら、タイムリピート、タイムリピートさせてくれ。ちょっとした旅から帰ってきた瞬間、そんな感覚でございました。いやー、2つ目ちょっと充実しましたね。では3つ目、今日の最後のところいきましょう。えー、とこのソロ <laughs> このソロフェスのパフォーマンスで発見できたものこれを説明して終わりたいと思います、えー、一貫して丁寧だったのが良かったですで本人もパフォーマンス後にコメントをされてたんですけどソロの機会があれば奇跡の香りダンスを歌おうと決めていた、えー、松浦彩さんは素晴らしいアイドルなのでちょっとでも近づけたらいいなと思いで練習しました、ね、そんな話をしています でこれ矢島ね MC だった矢島からも雰囲気があったよみたいなことを言われてたんでもう多分このパフォーマンス見て松浦、まあ、知ってる人っていうのはその9割っていうのはあんまり遠くない、うん、ガチになんだけどユハいたねっていうことのさっきの旅っていうのが成立したっていうことでいいいんじゃないです,か、ね、<laughs> すげえいい時間でしたよ。<laughs> まあ ね、松浦の曲なので松浦を歌うユハを発見できたっていうのもまあそういう話になるんですけど今までこの曲にななかった新た新物語ですよこの,うーんこの物語を現在のハローで最も適切な人これが僕は山崎ユハネだと思ってる松浦愛を表現するっていう上ではですねうんまああんまりこれもいろんないと思うんですけどね。でその人が表現してくれた ここに僕はね、うん、そのような感覚だったもんですから今回のユハの歌唱をまあこの2020年すごく贅沢に受け取りましたよ分かりやすく言うと時を超えて、えー、香りだけでなく全体で奇跡を表現してくれた、まあ、そんな2020年のソロフェスでリアルを発見できたこういった感じでした、えー この辺にしますか、えー。クニオチャンネルでは、以、え、後、ー、も音楽やハロプロの話、様々共感できるように頑張っていきます、えー。全く無理なければチャンネル登録もお願いできますと嬉しいです。じゃあまた、次の深掘り動画でお会いしましょう。